目始まりました。キャスターウェイ K ですね。ディズニーが所有する、島です。見てください、この海の色。もうカリブのこのエリアですね。めちゃくちゃ水が綺麗で、すごい。今日はここに入ります。でキャスターウェイ K ではグリーティングとかもいろいろあって、キャラクターもいますし、でバーベキューもありますし、結構そのビーチアクトラクションというか、そういったものがあるので、すごい楽しみですね。あと30、40分したら、クルーズを入れるので、早速行きたいと思います。いよいよ降りました。キャスターウェイ K 着弾。うわー、ねえ、でここで、タオルをもらいます。うん、体拭き用のタオルもらいます。はい、センキュー。気温はちょうどいい感じ。濡れたら寒いかな。トラムに乗ります。一番最後ゲッツよし、トラムで移動してます。停留所がいくつかあって、ここに泊まりながら住んでる感じで、すごい便利ですね。ショップです。すごい、キャスターウェイ K 限定グッズ。おお、まあ、T シャツも可愛いですね。え、何それ、めっちゃ可愛いんですけどこれちょっと S だから大きいからちょうどいいかも。あ、いいね。バックなのか。バックめっちゃ可愛いやん。キャスターウェイ K。 キャスターウェイ K。 Thank you。 Thank you。 Yeah。 Hey。 キャスターウェイ K。 Yeah。 Thank you。 Thank you。 すごいね。すごい景色。ということで、ショップ行って一気にグリーティング、ミニーちゃんとプルーとやりまして、次ジャックスパローが出るっていうので、今船の方にもう一回戻ってます。忙しいです。ジャックスパロー行こうと思ったんですけど、ジャックスパロー行っちゃうとミッキーとドナルドどっちからの選択しかになっちゃうので、ちょっとジャックスパロー諦めてミッキーゲストに来ました。そうすればドナルドも多分行けると思うので習います。ミッキーラブ。 Oh, you love Mickey. What can we say? Mickey love. Mickey love. Yeah. You got a cool outfit. Yeah. Yeah. Get away. Thank you. Thank you. Thank you. めっちゃ可愛いっすね。Thank you. Just a few short minutes. We'll be arriving at Scotland's old transcar. Selfie. Yeah. ここで、飲み放題コーナーです。ドリンクはもう基本飲み放題なので、ここで自由に取ってきます。
アルコールとかだけは有料って感じですね。いや本当になんかバカンスって感じこの海の色といい、ビーチパラソルの色といい、この空の青、緑、すべてのバランスが完璧。トップ2個目です。奥の方にもう1個ありました。多分品ぞれは一緒だと思うんだけど、どうなんだろう。あれちょっと違うかな。あ、見てミッキーも。あ、でも長袖だけど。かわいい。オラフがいます。これオラフのアイスクリーム屋さんですね。かわいいアイスクリーム。ちょっと早いですけど先にご飯食べます。ご飯食べてから海に入ろうと思います。これも全部無料ですね。バーベキューかな。ご飯は取り放題です。ただお皿が1個しかないのであんまり盛り付けると最後ハンバーガーしか見せられなくなっちゃいます。ハンバーガーとあとお肉、バーベキューのお肉があります。はい、こちらがご飯です。バーベキューにハンバーグ、サラダ、あとデザート、フルーツですね。で、飲み物飲み放題と向こうにアイスがあります。はい、こういう感じです。ハンバーガー美味しいです。朝ごはんが早かったんで意外とあっさり食べれます。はい、というわけでちょっと奥さんがですね、まあ、メイクを落としたいとクルーズ船の方に戻ったので自分一人でこの海を一旦満喫しようかと思ってここに来ました。ちょっと場所取り考えようと思って今選んでます。どうにしようかな。よし、ここを場所とします。見てください、この景色、何これって感じですか。青い水、青い水、この奥に見えるクールディズニークール船、これはえぐいっすね。この景色は風も穏やかで快晴、真っ青な青、これはすごい。よし、ちょっとゴロゴロしたんで早速入ります。すげえこの水の色、すげえこの色ですよ。透明、うわ魚も、真っ白な魚がいます。すげえすげえ、真っ白、めっちゃ透明、すげえ冷たい。だいぶ深いところに入ってきました。冷たい徐々に流していくしかないです。冷たいでもすごいな、この透明感。 YouTube、 yeah yeah 奥さんが戻ってきました。最初ね、ちょっと水冷たいかもしれない。俺はもう慣れたけど。何この光みたいな。分からん。すごくない？この色。やばい。すごい。冷たい？冷たい。うわ。冷たい冷たい。ああ。なんで？だんだん慣れるから。冷たい。今俺もうぬるいと思ってるもん。アイスアイスアイス。アイスウォーター、アイス。シュノーケルエリアで、潜れるので、中になんかこう石碑というかミッキーとキャラクターの石碑があるらしいんで、それを探すっていう感じです。うん。
あしょっぱいです。今たまたま足がついたんで止まってますけど、周りすごいっすよこれ。体力の限界が来たんで引っ張ってもらってます。あ、お腹にチョップ食らってる。あ、楽自動で進んでいくわ。あ、もうちょっと左、もうちょっと左ですよ。痛い。はい、ということで、キャスターバイ系のでのアクティビティは一通り終了しました。で今、フェアリーも歩いて戻ってます。皆さん結構帰るの早くて、だんだん皆さんも一通り遊んで入ってきます。でこれからあと1時間後に、ディズニーのティアナっていう、お姫様とグリーティングがあるので、行ったりとか、あとはモアナのグリーティングもあるのでそれを参加します。よいしょ。ちょっと髪の毛バキバキなんで、お風呂入って、行きます。忙しいです。おお、停泊する。うわでかいね、やっぱりすごい。14階まであるらしいんで、すごいですね。なんか常に停泊すると船体をこう水で洗い流してます。めちゃくちゃこう綺麗に保つっていうのがさすがこうディズニーですね。ピカピカに保ってますね常に。グリーティング来ました。ロイヤルスタジオっていうところでティアナですね、グリーティングがあるので今並びます。この後すぐにまたモアナがあるので急ぎます。はい、ということで、キャスターダーウェイン経由を出まして、グリーティング使ってやりまして、で今アラジンのショーができました。いやここの、毎晩6時からショーがあるので、昨日はアリエル、今日はアラジン で1日目は、ディズニーのキャラクターがやるショーがあったんですけど、ここのショーのクオリティがマジでえぐいぐらい で劇団式並みというか、まあ以上ぐらい、もうディズニー、東京ディズニーでやってるようなショーをもうやってるようなイメージで、演出がっていうか特殊効果っていうか、そういうのがすごいです。感動しちゃいました。いや船でやれるようなショーじゃないですよね。びっくりしました。ということで今アイスを、ね、ちょっと食べてったんで食べさせてます。嬉しがってます。で、あと1時間後にですね、今日はマーベルのレストランついに行きますんで楽しみです。はい、ではいよいよ、マーベルレストラン行こうと思います。グッドラック。来ました、マーベル。ハッピーダ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 ッピWelcome everyone to the Avengers Technology Showcase. めっちゃアベンジャーズだ。すごいこれは。めっちゃアベンジャーズ。近未来感すごい。
Okay. So welcome to my hotel service. This is the festival to go to the number one website. And hope you enjoy. Thank you. 15 minutes. Hi, I'm Scott Lang. But you might know me as Ant-Man. And I am Hope Van Dyne, the Wong. Target wire. One to the right line. Prepare to push your button. I'm ready. In three. Pretty sweet, right? Come on! This is where they keep the children. That's a weird opening line. Big Mac! This seriously? Or, how about I shoot a prize and serve to these nice people here? はい、ということで、マーベルのご飯食べ終わりまして、いやー、演出がすごいですね。最新テクノロジーっていう感じのレストランでした。では今、スーツケースのあれこちらスーツケースの荷物を、10時半までに廊下に出しておくっていう必要があったので、今出して、これで明日、ディズニーワールドまで持つと、運んでくれます。あれあれ違うよ、これ2階じゃない、もしかして。これ2階ではあって、こっちで今ラスト上、ラストのスパイダーマンのグリーティングがあるって言ってるので今来てます。この部屋すごいっす。ワイン。これ切れるんだ。すげえ。このスーツ。ブラックパンサー。はい、というわけでスパイダーマンに会ってきました。なんかいい意味で本当にスパイダーマンだったです。楽しかったです。じゃあこれで、一通りミーティングは終了しました。よいしょ。あとはちょっと館内をブラブラして終わりたいと思います。ということで、ディズニークルーズ4日目、5日目ですね。5日目だったっけなって思いました。怒涛の、3日間のクルーズでしたね。金、土、日と行って月曜日の朝に戻るんですけど、今日は日曜日の夜です。で、4日プランと3日プランなんですけど、今回3日プランなので、本当は4日プランだと、1日分よあのゆったり、館内で過ごすっていう時間ができるんですけど、3日プランはと結構怒涛のスケジュールでなかなか忙しかったんですけど、さすがディズニークオリティーというところで楽しかったです。はい、
ということで今日はこれからも早く寝て、明日朝早くご飯食べてもすぐバスで出発なので、新婚旅行、ね、6日目、旅をまた引き続きお楽しみください。ではおやすみなさい。三越があります。なんで？